眼竜政宗公の平穏な日常。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は独眼竜政宗公の平穏な日常について紹介していこうと思います。戦いに明け暮れた戦国武将ですが、といっても1年365日ずっと戦争しっぱなしではありません。当然平穏な日々の暮らしもあります。独眼竜政宗公のそんな日常を覗いてみましょう。朝は明け6つ、午前6時に起床。政宗は明日起きる時刻を紙に書いて竹串に刺し、寝る前に蕎麦使いの普請版の坊主衆や、奥に泊まるときは奥御所の女中衆に知らせていました。それ以前に目覚めても明け6つでございますとの知らせの声が聞こえるまでは起き出さずに床の中にいました。そのわけを奉公人のためである、目覚めたからといって不意に起き出しては奉公人の油断を見るようでよくないと言っています。起き上がると顔を洗うために手水所へ向かいますが、洗い終わるとまた寝所へ戻ります。するとタバコ係の者が入ってきて、政宗の朝の一服の用意を始めます。これが式次第と言ってもいいようなきっちりしたもので、まず三尺四方の唐皮、主に虎の毛皮を刺すを敷き、その上にタバコ入れ、灰皿として使った竹筒の灰拭き、日取りを並べます。小姓として使えた木村右衛門覚書によると、灰拭きは政宗の右側に、一尺ほどのろうそくを立てた手職は左側に置きます。タバコ入れは象牙製で、金銀で塗りが施され、模様が彫り込まれていました。蓋を開けるとタバコが丸めて置いてありますが、これは3服分と決まっています。吸い終わると政宗は使った喫煙具を自分で掃除し箱に収めます。これら道具を並べる位置は決まっていて、一部の狂いもなく置かねばならなかったとか。家中の者には優しく。朝の一服が終わると小袖を着て表御殿へ向かいます。奥御殿から表に出る廊下では奥御所の挨拶を受け、政宗からも一声かけるようにしていました。春になればひばりはこう思ったか、冬になれば雪転がしはもうしたか、などたわいもない日常会話です。またよく昔の思い出話をしては付き添う者を笑わせたといいます。朝陽気の良きは養生のもとなりと語っていますが、できるだけ穏やかに心地よく暮らそうとしていました。表御殿に入るとここでも物置番衆や御座の真面目の小姓衆が言葉をかけてもらおうと競い合ってそば近く進み出ました。誠に良きご家中と見受けられます。官女という名の執務室。それから政宗公はおもむろに官女にこもられます。ここは京間で一間四方の二畳式、正面には三段の違い棚がしつらえてあります。上段には硯、料紙、さまざまな書物が、中段には香炉が置いてあり、夏場はキャラの香を、冬場は各種の焚き物をくゆらしていました。下段には毛抜き、ハサミ、小刀、刀掛けなど道具類が揃えてあります。畳の上には黒塗りの机が置かれ、紙と文鎮を常備し、寒い時には火鉢も用意されました。春から秋まで窓の障子は開け放しで、小虫が入らぬよう絹の布が貼られていました。今でいう網戸ですね。官所の戸には五寸四方の小窓がついていて、そこから台所人、料理人が作った朝の献立表を奥御所が差し入れます。政宗は気の進まない食物を消したり、あるいは好みのものを追加したりして返します。案外細かいんだなと思いますが、本人は朝夕峠によらず、献立はぜひ好みたるよし、心にも相違のもの食してよかるべきやと言っています。身分にかかわらず食べたいものを食べればよいではないか、
嫌いなものを食ってもしょうがなかろうとおっしゃっています。この部屋で書状や指示書、日記も書き、一日の予定も考えるので1時間から2時間過ごすのが常でした。胡椒も室外に控えていて、政宗が本当に一人きりになれる貴重な空間でしたが、本来間所とはお手洗いのことを指します。朝晩欠かさぬ行水。間所から出て今度は行水の時間です。朝と晩の一日に2度の行水を夏でも冬でも欠かしませんでした。着替えの衣服を箱に並べておくのですが、その順序や場所はいつも一定でなければなりませんでした。タバコ道具の置き方といい、この後に出てくる旅の話といい、妙なところにこだわりますが、普段と違う順序や置き方に不審なものを感じたのでしょう。常と違う人間が手に触れることを警戒し、毒殺を用心したと思われます。行水が終わると御座の間で髪を整えながら、年寄り衆、胡椒衆一人一人から要件を聞きます。聞き終わると足袋を履きますが、少しでも履き心地が悪いと何度でも履き直しました。毎月の1日、15日、28日の朝の間だけ袴をつけていましたが、袴をつけない日の衣装は伊達の殿様らしくきらびやかなものが好みでした。このあとやっと朝食です。毎朝が園遊会？政宗は普段の朝食は焚き火の間で取りました。正面に引かれた毛線の上に座し、当番の胡椒頭の一人が政宗の前に進み出ます。今朝の正番衆を通せ。政宗のお声がかかり、今朝の食事をお正番できる者の名が読み上げられます。呼ばれた者はまず敷居際で礼を述べ、政宗自身が指示した席に着きます。お坊主衆はきれいな衣装に実徳をつけ、侍は身長の紙下姿でかしこまります。政宗は上座より一人一人に言葉をかけ、医者には領内に流行り病はないか、儒家や歌人にはその道の話題を振ったりと気遣った話をします。頃合いを見て料理を出せと命じると、御前番衆を先頭にお台所頭たちが料理を運んできます。膳が皆に行き渡ると、まず政宗が箸を取り食事が始まります。食事が終わると手洗いと口すすぎのため席を立ち、戻ってくると茶道衆が立てた茶を飲みます。ここで正番衆は退席しますが、食事をしながら家中や領内の者の話を聞くって、毎朝園遊会をやっているようなものですね。政宗公のご公務。このあと八つ時、午後2時ごろまで奉行らと共に御座の間に出て公務に携わります。争い事が持ち込まれ死罪が下されそうな時は、罪人が民百姓であっても奉行が退出してしまった後まで、政宗は間所にこもって独り言を言ったりしながら考え抜きます。どうにもやむなしと判断した時のみ、書状で奉行に断罪を命じます。よほどのことでなければ政宗は死罪は命じませんでした。御座の間に座る時、胡椒衆は少しでも政宗のそば近く座りたがりました。座る場所は決められているのですが、それでも誰よりも先に手をついて出迎えようとします。公務終了、ご就寝。8つの鐘が鳴るとその日の公務は終了します。ここでまた政宗は間所に入り、夜は奥御殿での食事になるので、その正番衆を指定します。男子は奥に入れませんから、奥御殿での御用は奥の年寄り衆や女胡椒が務めました。政宗は表御殿ではなく奥御殿で眠ることが多かったようです。そのわけを、皆は女たちの顔を見るために奥に泊まるのだろうと言っているようだ。しかし見たいと思えば昼間表へ呼び出せばいいこと。奥に入るのはゆっくりと休むためだ。奥でいろいろ楽しいことをしようというのではない。
やはり何といっても表御殿にいるよりはくつろげる。さて、どこまでが本心でしょうか。政宗が奥に入ると、表御殿詰めの者は当番だけを残して帰宅します。奥での食事を終えると寝所に入ります。敷布団は余剰式とゆったりしていて、表裏は南蛮織、掛け布団は表は紫、裏は紅梅染めの鮮やかさ。長さ3尺の枕には浅黄色の麻の枕掛けがかけてありました。枕元にも毛線が敷かれていて、その上に刀と脇差しを置きますが、気になるのか刀の柄を何度も置き直していたとか。帯と小袖もすぐ脇に置いて、いつでも着られるように準備してあります。さて、着替えも終わり、あとは寝るだけとなったところで、この日最後の一服です。布団の上でタバコを吸っていたそうですが、寝タバコですね。気をつけてください。吸い終わると女小姓が片付け、翌朝の起床時刻をこれも女性の茶坊主に告げ、お休みになられます。政宗公の忙しいような暇なような一日が終わりました。戦国大名の資格。信長が本能寺で倒れた後の騒動を見ても分かるように、戦国大名はまず無事で生きていることも大きな仕事でした。一国の平安が大名の双肩にかかっていたのです。それにプラスして他の大名との交渉事や、もちろん時には戦いもあります。領内の経営に生活基盤の整備、災害対策、農業や国によっては漁業、解剖のことも知っておかねばならず、家中の細々した人間関係や婚姻にも気を配りと、守備範囲の広さは現代の企業トップ以上です。もちろん家臣団も手分けして業務をこなすわけですが、なかなかな神経では戦国大名は務まらなかったでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。